自分が動物界のことをどれだけよく知っているか知りたい方、この楽しいクイズが役立ちますよ。答えを明かす前に本当か嘘かわからなかったら、とにかく推測してみてください。点数を記録してコメント欄で共有することもお忘れなく。フラミンゴの頭は食事をする際に逆さ向きでなくてはならない。どう思います？可能なんですかね？はい、これは本当です。フラミンゴは独特の立ち方で一目瞭然ですよね。この動物は浅い水中に片足だけで立っていることがよくあります。食べ物と一緒に誤って含んでしまった泥水をろ過したいとき、フラミンゴはくちばしの先端にある毛を使わなければなりません。だからこそ頭が下向きになるような姿勢で食事をするのです。そうでなければ食事を適切にろ過することができません。動物には指紋があるのか？これは本当。動物には確かに指紋がありますが、コアラ、ゴリラ、チンパンジーなどの一部の動物のみです。指紋は別名皮膚隆線と呼ばれています。皮膚隆線は平面に触れている際の摩擦を増加させるんです。平面と指の間の接地面の範囲を増やすと、物を掴んだりしっかりと安定したグリップを得たりしやすくなります。霊長類が直立で移動し木から降りるようになったおよそ500万年前、彼らにはより強いグリップが必要になったんです。木から木へ落ちないように飛び移ったり、岩やその時必要な道具を掴んだりする必要があったからです。しかし何が一番すごいかというと、コアラの指紋はあまりにも人間のものと類似しているため、犯行現場を汚染してしまう可能性があるんです。では今度は比較的簡単な問題。オオカミは月に向かって遠吠えをするのか？これはデマ。オオカミは夜に遠吠えをします。しかし彼らが最も活動的な時間であることを考えれば、夜に遠吠えをしない方がおかしいですよね。さらにオオカミは遠吠えをするときに上を向きます。ただ月を見上げているからではなく、こうすることで音がより遠くまで届くからなんです。他のオオカミは11キロ先からでも遠吠えを聞き取ることができます。これこそオオカミたちのコミュニケーション方法なのです。オオカミは群れを見失った時に使う特定の音も持ち合わせているんですよ。オポッサムは面白い動物です。それに尻尾でぶら下がっている姿がとっても可愛いですよね。でも尻尾でぶら下がるって本当？これはデマ。完全に成長したオポッサムは数秒以上尻尾で自分の体重を支えることはできません。体重が増加するため、このように尻尾を利用することが不可能になるのです。ただオポッサムは木登りをする際に枝につかまってバランスを取るために尻尾を使うことがあります。金魚には3秒の記憶しかない。これ本当ですか？嘘ですか？金魚はこのように考えられることが多いですが、実際にはデマ。魚は数ヶ月あるいは数年間記憶を留めておくことができるんです。概して金魚はなかなか賢い生き物。例えば毎回必ず水槽の一方向から金魚に餌を与えた場合、金魚は食べ物が欲しいときは餌をもらう側の水槽に行かなくてはならないとすぐに学習するんです。また水槽の青い水かきを押したら食べ物というご褒美がもらえて、赤い水かきを押したらご褒美がもらえないということを示したら、金魚は食べ物を手に入れるために何をすべきかすぐに学ぶことでしょう。睡眠中、イルカの脳の半分は起きている。これは本当ですか？嘘ですか？今回はデマではありません。イルカは海洋哺乳類。しかしエラから呼吸するだけの魚とは違い、肺を使って呼吸をします。イルカはかなり長い間息を止めることができます。これは本当。でもイルカは酸素を補給するために水面に上がってくる必要があります。だからこそ脳が完全な睡眠状態に入ることがないのです。呼吸をするために水面に上がることを意識できるよう、常に十分な運動制御が必要なのです。また睡眠中のイルカは必ず片目を開けています。オウムは自己中で貪欲。仲間の他の鳥と共有することを好まない。これはデマ。種にもよりますが、アフリカヨウムを含む多くの鳥は無視無欲でお互いのことを助け合います。相手が友達とは言えなくとも、オウムは心から仲間を助けようと動くことができるのです。ミナミスナガニは口の中の小さな歯を使ってうなることができると信じている方もいらっしゃるでしょう。皆さんはどう思いますか？
本当でしょうか。これはデマですが、半分は本当です。南スナガニは確かにうなります。しかしうなり声を出しているのは胃の中の歯なんです。南スナガニは爪を使って他の生き物を脅かすことができます。しかしこの方法がうまくいかない場合、胃の中にある歯を使って恐ろしい音を生み出すのです。南スナガニは主に3つの歯を持っています。横向きの歯が2本、中央の歯が1本、どれも硬く長い作りになっています。さらにこれらの歯は南スナガニの胃の中にある製粉器官の一部。これらの歯をこすり合わせることで食べ物を引くことができます。犬には人間より少ない数の味蕾しか存在しない。急いでくださいよ。答えをお待ちしていますからね。これは本当。一見皆さんのペットは人間と同じように食事を楽しんでいるように見えるかもしれません。しかし実際には犬の味蕾の並びは人間のものとは異なります。犬には1700個の味蕾しか存在しませんが、人間の味蕾は9000個近く存在します。とは言いますが、犬は人間と同じ4つの基本的な味を味わい分けることはできるんですよ。ちなみに犬は塩があまり好きではありません。犬関連で言えば、犬は完全に色盲。本当？嘘？これはただのデマ。多くの人が犬は白黒でしか物を見ることができないと信じていますが、これは正しくありません。犬は青と黄色を認識することができます。つまり一部の人間と同じような色盲であると言えるでしょう。犬は2種類の色の受容体しか持っていませんが、人間は平均して3種類の受容体を持っているんです。メンドリには歯がない。英語にはメンドリの歯ほど珍しいという表現がありますが、これ実際とは異なります。メンドリは歯を生やすことができます。7000万年から8000万年前はこれが当たり前でした。今では歯を生やすことはありませんが、歯を生やすために必要な遺伝子は残っているため、再び歯を生やすことは潜在的に可能なんです。もし牛がシマウマのようにシマ模様だったら、ハエは牛を避ける。ありえそうですかね。これは本当。牛は常に厄介なハエに悩まされています。シマウマのシマ模様というのは天然の虫除けなんです。シマ模様が擬態のような働きをします。ハエの視界に干渉し混乱させるのです。人間が搾取に影響されることと似ていますね。牛といえば、皆さん、牛って社交的な動物だと思いますか？それとも他の牛を避けて一人でいることを好むと思いますか？牛は強い社交的な絆を持ち、仲間のそばにいることを好みます。2013年の研究では、仲間から引き離すと牛に強いストレスを与えるということが証明されたんです。へー、我々人間もそういうもんですよね。タコには心臓が2つある。それとも哺乳類のように一つしかないのでしょうか？これはどちらも正しくありません。タコには心臓が3つあるんです。タコは2つの心臓を使って血液をエラへと送り込みます。3つ目の心臓は体の他の部分へ血液を送り込むために利用します。そんなの不自然だと思ったそこのあなた、タコには9つの脳があるという事実に関してはどう思いますか？中枢脳の他にもタコは8本の足すべてに小さな脳を持っています。このおかげで足を個々に動かすことができるのです。タコに関するトリビアをもう少し見てみましょうか。タコの血液は青色。これは酸素を体中に運んでいる血中のタンパク質に銅が含まれていることが理由なんです。タコはまた腕で味を感じ取ることや時速40キロで移動することもできます。ホッキョクグマの毛は動物の中でも最も厚い。皆さんは同感ですか？一見そうであるように見えますよね。ホッキョクグマは厳しい環境で生き延びるためにたくさんの保護を必要とするはずです。しかしこれはデマ。ホッキョクグマの毛は2層になっていて、皮膚のそばに空気を留めておける構造になっています。ですので彼らの皮膚は乾燥した状態を保っているのです。すごいですね。赤い色を見るとお牛は興奮する。本当？嘘？牛の目の前に赤いものをちらつかせるとお牛が怒ると思っている人はあなただけではないはず。しかし実際には他の牛と同様、お牛は赤と緑の色盲。
興奮する原因は色ではなくその動きにあります。カエルやヒキガエルに触れるとイボができる、これは何度も聞いたことがあるのではないでしょうか。こじつけっぽいですか？それはまさにこれがデマであるからです。多くのカエルがボコボコしたしこりを持っているため、このようなデマが出回ったのでしょう。人々はその姿を見てイボが伝染すると思い込んだのです。イボは人間や動物から他の生き物に移ることはありません。